省自衛隊のツイートをご紹介。岸防衛大臣の動静。7月14日、岸防衛大臣は陸上自衛隊久里浜駐屯地を訪問し、施設を視察しました。また、久里浜駐屯地に所在する部隊の活動状況について報告を受けたほか、所属する隊員などに対し訓示を行いました。久里浜駐屯地には陸上自衛隊の通信課隊員などに対し、システム通信、サイバー、電磁波分野の人材育成やそれら分野の研究を担う通信学校などの部隊が所在しています。以上、ご感想コメントよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。